山形県市販学校山形市販学校は、新生山形大学教育学部の前身の一つとなった市販学校である。旧山形県市販学校山形県人城、市販学校山形県市販学校山形県女子、市販学校山形市販学校重要文化財、指定されている馬藩校舎の旧本館。現在は、教育資料館。 前身の山形県市範学校から引き継いだコーチを使用した。馬販校舎は、後進の新生山形大学教育学部に引き継がれ、1963年4月、教育学部が現在の小白川校舎に移転するまで使用された。跡地は、山形県立山形北高等学校のコーチとなり、現在に至っている。山形県市範学校時代の1901年に、 建設された本館は1973年に国の重要文化財に指定され、1980年から山形県立博物館文館教育資料館として一般公開されている。前身の山形県女子市範学校から引き継いだ山形市霞町の校舎を使用した。同校舎は1944年2月23日に火災により消失し、 1947年4月に女子部は男子部コーチに移転した。跡地は1949年から付属中学校のコーチとなり、1968年9月に松並地区に移転するまで使用された。現在、霞町コーチの跡地には、山形市民会館や山形大学山形国際交流会館、資温寮などが設置されている。ありがとうございます。